ラックセル塩パンの作り方をご紹介します。目指すパンはクラストはパリパリでクラムはふわっと、軽い食感でソフトプランスパンをもう少し食べやすくした感じです。工程表をざっと確認します。粉合わせからミキシング、一次発酵、分割成形、最終発酵、焼成、ごくごく一般的なストレート法の流れです。こちらの動画ではチャプター1、材料と製法の確認、粉合わせとミキシングの前半の様子をお届けします。では作っていきましょう。材料はこちらです。インスタントドライイーストの量は1から 1.2%、 この範囲で加減してください。で、この材料の中でもモルトシロップとルバンリキッドはオプションです。ご用意がなければまるっと省いて OK です。こちらが入っていると生地の伸展性が上がって伸びやすくなったり、こんがりとした焼き色がつきやすくなったり、それから生地の発酵状態がちょっとだけですけど安定するので発酵が少し早まったりします。ただ今回はストレート法ですからね、短時間でパンを仕上げるのでその影響というのはそれほど大きくありません。なければまるっとカットしてください。注目してほしいところは副材料、油脂ですね。今回はショートニングを使用しています。バターは巻き込んでいくので特別にこう生地に乳製品の香りやコクというのは特に必要がないかなと判断しました。何回か焼いてみてあまりにね焼き色がつかない場合は油脂をショートニングからバターに転換していただいた方がより美味しそうに仕上がるかもしれないですね。油脂が添加されることでこちらのパンは少しボリュームが出ます。でショートニングなので伸びる分味わいは淡白になりますが、粉の香り、巻き込むバターの香りを味わっていただくにはちょうどいいと思います。歯切れも良くなりますしね。この副材料油脂ではなくお砂糖に変換してもクラックは出ました。こちらはクラムがより柔らかくしっとり仕上がります。甘みは 3% ぐらいでは味わいにはさほど影響はありませんので、ボリュームは少し落ちますけれどもね、お好みの方で焼いてみてください。製法はオールインのストレート法です。オールインというのは油脂も含めて全ての材料をミキシングの始めから一緒に合わせていく製法です。歯切れよくさっくりした食感に仕上がります。ストレート法なので素材の風味も生きてきます。イーストの扱いだけ注意です。不活化のイーストを残さないように水温、生地温度、発酵温度必ず守ってください。イーストパン特有の香りっていうのは生地温度をしっかり守れば気にならないはずです。今回は焼成にもポイントがあります。蒸気を入れての高温焼成なので手動でも構いませんので、蒸気を入れながら230度から250度ぐらいで焼ける火力の強いオーブンをご用意ください。一般的なハードパンと同じように焼いていきますよ。材料を合わせていきます。リスドール 170g、 ショートニング 5.1g、 塩 1.7g、 軽く混ぜ合わせます。ショートニングはダマダマで残っていても大丈夫ですよ。この後のミキシングでしっかり混合していきますね。なんとなくでいいのでここでは合わさったらちょっと置いておきましょう。同様に仕込み水の準備をしていきます。水 91.8g、 ここにモルトシロップを溶かしていきます。モルトシロップごくごく少量なので扱いにくいんですが、こんな風に竹串でくるっと絡め取ってあげると測りやすいですよ。分量は 0.7g、 これを加えて溶かしておきましょう。ルバンリキッドは TR210、 ハイドレーション 110% のもの 8.5g、 これも溶かしておきましょう。ここにインスタントドライイースト、今回は 1.7g を振り入れていきます。水温は今25度ぐらいですね。インスタントドライイーストはしばらく置いておくとそのまま水を吸って溶け始めます。
溶ける前にねこう混ぜてしまうとちょっとダマダマになりやすかったりするので、溶け始めてからぐるぐるっと攪拌してしっかり溶かしてあげてから使っていきます。それではここから粉合わせしていきますね。すべての材料を一緒に合わせていきます。特にルールはないんですが、手早く混ぜていきます。ミキシングの目的、ここでも確認しておきましょう。材料の混合分散均一化、グルテン構造の構築、空気の混入分散均一化、この3つが主な目的ですね。付随してもちろん粉の水和や生地温度などミキシングが終わるまでにある程度達成しておきたい目標っていうのはあるんですけれども、大きな目的はこの3つです。この目的の通りに、材料の混合分散均一化していきたいので、こね台に出して、少しだけなんですけどね、こね台に出してこねていきます。特にね、ショートニングがこうまだ塊になって残っているので、このショートニングが全体に行き渡るように軽くでいいので、こうこね台に広げて畳んで、広げて畳んで、あるいはこう切って重ねて切って重ねて、しっかり全体が均一に混ざるようにだけしていきましょう。全体が混ざったら、今回はここで10分間だけオートリーズ取っていきます。今回のオートリーズは短時間です。というのも、もう全部ね、塩も何もかも一緒に入っているオールインの生地ですし、でオートリーズっていうのは水和を効率よく進めたり、グルテンをスポットスポットでつなげていったり、あと酵素を働かせたりする効果があるんですが、今回はね、たった10分間酵素の働きっていうのはきっとほとんど感じられないと思います。で水和はね、それでも10分の間でもしっかり進みますし、グルテンっていうのはね、本当に、触り部分だけですけれども、10分間でもある程度つながっていきます。でね、塩一緒に入れちゃってるのに大丈夫なのって思う人がいると思うんですけど、どうやらね、塩の影響っていうのは、10分とか15分ぐらいではあまりオートリーズに影響がないみたいで、だいたいね、20分とか30分とか取っていくオートリーズ、あるいは1時間とか場合によっては4時間とか取っていくオートリーズの場合は、塩を必ず別で入れてあげてくださいね。そうでなければ10分程度であれば一緒に入っていても大丈夫みたいです。では10分間オートリーズ取っていきましょう。